電気だけど食べるのがちょっと好き。ちょうどね、はい、やっとあの頼んでたサンプルが来たんで、サンプルフードが来たんですよ、はい、でもそれもさ、今食べてるのなんだっけ、ケーキ、キドミユキやった、だからドライの嫌なのかなと思って、キドミをちょっとお肉湿らして柔らかくしてみたんですけど、ちょっと首だけ突っ込んで匂いたりとか組み立てして、ただね、治療はね、用度をちょっと最小限、用素、ごめんなさい、用素も体に必要最小限です。まあ、あとは、割とバランスよくて、ちょっと心臓に、ね、便とかなくて、これ腎臓の関係ですけど、ちょっと制限かけて、この辺はちょっと増やして、まあ、これはまあ、ちょっと多少制限かけて、まあ、要はこの用素がすごい、用素って美味しい食べ物が入ってる。今キドミンケアでもやっぱり要素は制限して下げてるから、まあでも一回こういうご飯をちょっともらったんで、はい、3分の中に1回持ってって食べさせてみてもらう、はい、ただもし食べるんだったらもうこればっかりにしないと、これとキドミンケアとまでじゃない、はい、これだけ食べれるんだったら使うお菓子はめちゃくちゃあります、でもし食べんかったらまだ食べてください、はい、でこれだけ、まあ、もしよかったら見といてください、こういう感じので、治療系ので、こう、辛いじゃない、感じ抜けじゃない。いや、腎臓病だってありますよ、はい、感じ抜けは、はい。これは、まあ、そういうのは、まあ、これしかないですけど。だから、どういう部分を食べたくないのかなっていう。やっぱ、無視にやってみたら、やっぱすっごい食べるんで、食欲がないわけじゃないんだなっていう。でもこの子がさ、食べるものでやっていっちゃうと、なんか、あ、取れた、ワイン。あります？けど頼むんじゃない。シグニー頼むんだったら、多分一個ずつでくれると思うけど、あすこさん頼むんじゃうと、ワンケースで。一応あすこに3分、これもらえるんだ。でももらえんかったら、シグニーで頼む。2個じゃあこれは1回入れておきます、はい、ただこれはちょっと散歩じゃもらえないかもしれないんで、はいはい、そうですね、じゃあこれは後で受付ね、出します、はい、一回試してくださいね、はい、で、そうか、ガワイビーの感じもあったんですよね、さあ、そんでこう初めて的にちょっとこう交互でドライと缶詰めてでいければなと思うんですけど、もう動きがめちゃいいですよ、はい、これはやっぱこう大きさの差はここはもう変わらんね、でも方向の大きさはね、でもまあ別にバランス悪くないんですね、はい、この目の動きはどうなんだろう、ただ動かしてるだけなんだろう、10cmぐらいの先はもう、うん、その階段の上り下りで、お家でさ、こうやって目をさ、はい、10秒ぐらい見ててさ、動きます、
あの顔を触ることはしないんですけど、ちょっと遠目にこれくらいの距離で、この子がじっと座っているときにこう睨めっこけて見てて、その時はほとんど動きはないですね。今顔を抑えてるから、興奮したら分かって目も上げてるから、そうするとそろっと動くんですか。そこからちょっと戻って、ここで一回食べたんですね、はい、ここ食べて、でも20まで行かなくて、はい、昨日一昨日ぐらいから結構一応こんにちは、はい、ここ出てるね、ちょっとまた探しに、ごめんね、こんなんね、こんにちはね、おしっこはしてます。はい、飲んでます。まあね、腎臓病がある子は人の喉が変わってやすいからね。はい、わかりました。じゃあまた今からちょっとすみません、治療します。はい、で、また1週間分の薬出します。はい、一応ヒューマンさんに聞いてくれるみたいで、パッと買う。ああ、3分。ヒューマンさん。あるだろうかね。まあ、とりあえず YD はサンプルで出します。でもしどうしても食べなかったらもう戻してもらって、1キロじゃなくて2キロ、めちゃでかいからそうするグラムはどのくらいだったらいい、何グラムぐらい、さっきのプリントに目安が書いてありますんでね、はい、で、もしくこの YD を食べてくれるんだったら、あの薬やるのもこちらにしてもらわないと、はい、まず自力で食べるかどうかですね、はい、たださ、一般的に見ると嗜好性がいいのは既存人気なのか嗜好性がいいんですけどね、最初すっごい喜んでも全然食べてたんですけどね、やっぱそっちの味が恋しいんだよねさらにあの KD を閉じるまま入れておいてみたら、なんですけど、どっちの匂いを食べてるかね、違うって感じがどうするんですよね、うん、猫ちゃんの猫ちゃんの食事情報は確かに難しいんだよね、うん、まあ、どうしても食べん子はさ食事情報でね、やっぱ食べるものを食べてすぐしかないんですよ、そういう子いますよ、やっぱり腎臓病の子でも絶対脂肪食は食べんと、それをちゃんと覚えてるんで、冷蔵庫の前に座り込んであげたりとか、でさ、あの神経症状も収まってきてるからさ、意識もしっかりしてきてるからさ、嫌っていうのがね、着るともう足元を座りついて、冷蔵庫の前に座って見上げて、なんか何もっていう、でまあ割に食べてもし食べないんだったら、はい、うん、あの 8g だったらこれ何 g 入ってるんですか、70、うん、まあそんなぐらいだったらいいんですよ、はい、まあ、どうしても食べなかったら、はい、それであの、まあ、YD とか KD に少し混ぜてもらって、はい、まあそれだったら KD の方がいいですね、はい、でも YD 食べるなら YD だけ、はい、もう YD だけで食べないんだったら、うん、ちょっとそれを少し混ぜてもいいです、はい、はい、ね、最高さん、確かに。
それが良かったのか。そうですね。いや、一回食べただけですぐ腎臓が悪くなるわけじゃないんだけど、コントロールするためにはね、コントロールするにはやっぱ食事療法って結構、あのレーザー取るとね、猫の例えば慢性腎臓病の子、一般食とさ、その腎臓病食と、あのどれだけ長生きできるか、倍違うんですよ。あの一般食の子に比べると。お薬やってるとかやってないとかはそのあれだけどご飯だけの話するとね、そう、そういうデータがあるんでね、食べてくれたらその方がいいんだけど、まあ食べなきゃしょうがないやっていう感じですよね。でもさ、流動食にしてさ、こう入れてしまえば割とあっさり食べてくれるんですよね、これ。割とですけど、最近それの動画を覚えて緩みに胃の中をかき回して、口の横から吐き出すっていうのを、そうなんだ、そう抑えてて、ぐんって飲み込んだかなって思って緩めると、自分で口に